今回はコクやります。でギミックが重力必須、ダミオちょびっと、ブロックいっぱい、反射濃いで、エレメントエリア出てくるんですよね。というわけで編成は光の重力ブロックと、あと、なんかバサラの接待も多分あると思うんですよね。というかこれ左に彦さんと善逸が横にいて、スケさん、カクさんみたいな感じになってる気がする。で、これいきます。どうなんだろう、エレメントエリアって属性倍率めちゃくちゃ跳ね上がるから、ダメを入れてるのはそこを理由にしてる可能性もある。そこを理由にしてる？光属性とかだと火ダメも上がっちゃうから、どうなんだろう、光入れてると大変みたいなところあんのかな。で、こう、はい、で、ここに置いとく。で、木属性、あ、やっぱり一応バサラの接待も入れてるのね。で、これカンカンして削ります、削ります、で、削ります。あー、で、火もちょびっといるからバサラ入れとくと有利よみたいな。で、本命は闇よみたいな感じね。で、一応光のキャラは全員ちょっともしかしたらワンパンはできそうな雰囲気はちょっとあるから、誰かでワンパン、おそらくいけんじゃないのかな。で、これいきます。いや、でも彦星十郎最近使ってないよね。なんかいつ使ったか覚えてないぐらい使ってなかったんですけど、いや、これちょっと輝いてほしいんですよね、クズ流線。で、これいきます。で、これで、ここ、お、あ、これいけんじゃない。いや、これも彦さんの強さみたいで、重力性能知らない人もいそうね。はい、で、カンカンして、あれ、弱点倍率高い。いや、めっちゃ食らったんですけど。そしたら、善逸いないからこれずらしておきますの。はい、で、これで削る、これで削る。どうなんだろう、倒したらダメを展開されるのかな。はいはいはい。で、展開はあれ、あれがしてくる。で、これカンカンして削る。はいはい。で、これ削ります。これいきます。お、新キャラじゃん。はい。でも、これ何も、まあいいや、ちょっとこれは木属性だからあんまり意味なくて、やっぱバサラ接待も一応兼ねてるのかな。ボスはバサラの、はい。で、これカンカンして倒します。あ、そっか、残るだったっけ。そしたらこれは適当に彦さんで倒します。はい、で、これで重量拾って削ります。いや、エレメント、おー、危ねえ。で、エレメントエリアのめんどくさいところは、エレメントエリアに敵入れてないとまともに削れないという、ちょっと、あ、やべ、これ、あ、倒した。で、これ、クールクル。結局、石っぽいの、石碑みたいなの何やってるかよくわかんなかったね。でも、どうなの、難易度ちょっと高いのかな。おー、ブラボさん。そしたら闇あっち。でも闇がそこ、友情そこにいるからちょっと出しに行きたいね。はい。これ。いや、千馬、いや、千馬。いや、これ通れる、この下。はい。よし、通った。で、やっぱこれ通ってると、もう木属性は簡単に倒せるね。で、これで削ります。で、多分闇のダメを展開してくるのかな。まだか。で、そしたら今度は、まあ、多分これの友情で削れる。はい。はい。はい。で、これで削って倒す。ってことはあれだな。アミダ連れてきてマジでよかったね。なぎ払いは、ただ範囲狭いし、こっちは、あれだし、無属性だし。はい。あ、そうだ。で、今日、枕買いに行ってきたみたいな話したじゃないですか。あれ、なんかちょっと、150万売りつけられそうになったみたいな感じで、もしかしたら、ぼったくり店行ってきたんじゃないのって思われそうなので、もうちょっと細かい経緯話すんですけど、最初はね、普通にま、枕買ったので、ちょっと待って、これを、はい。で、シーツどうすかみたいな話も聞いて、へえ、いいじゃないですかみたいな。で、このシーツめちゃくちゃいいんすよみたいな話してきて、いくらだと思いますって最初言ってきたんですね。なんか、このシーツ、めちゃくちゃいい動物のめちゃくちゃいいところだけをふんだんに使っためちゃくちゃいいシーツなんですよねみたいな感じのめちゃくちゃいいトークしてきたんですよ。で、SS は、まだちょっと打てないね。で、これゲージで、あ、そう、ゲージランチブロックだ。これ、彦さん、いや、ダメだね。彦さんもできない。とりあえずこれ縦勘で、はい。で、そんな感じのトークしてるんじゃない？いい動物のいいとこばっか使ったいいシーツなんすよみたいな。へーと思って。で、いくらだと思いますって聞かれたんですよ。で、まあ言うて私も別にそんな、
なんかもしかしてガミ君はお金持ちなんですかみたいなこと聞かれたけど、そんなお金持ちみたいな格好、まあ別にお金持ちかどうか一旦置いといて、普通にただのユニクロで買うような私服着ていっただけなんで、まあ見た目上はただの一般ピーポーにしか見えないはずなんですよ。なんでまあそんな高いもん売りつけてこないでしょうと思って、いやー2万くらいですかねみたいなこと言ったら2万くらいで使われてたら、ちょっと向こうの人ムッとしてたね。いや、めちゃくちゃいいもんの、めちゃくちゃいいとこだけ使ったらめちゃくちゃいいシーツなのに、2万なわけないじゃんみたいな顔はちょっとしてた気がしたけど、いや、そんなことないですよ。聞いたらひっくり返りますよ、みたいな。え、2万で言ってそこまで言ってくるってことは、めちゃくちゃ安いシーツなのかな、2万って言ったけど、みたいな。だから実はそれが、5000円とか、そういうめちゃくちゃ安くて、あ、それはちょっと買おうかな、みたいなことを思ったんですよね。で、まあ、蓋開けてみれば150万。なんかこれ言ってもぼったくりっぽく聞こえる。で、これはい。で、近い敵だっけ？近い敵かー、これ。ゲージでアンチブロックとアンチ減速壁。いや、なんとかこれちょっと、阿弥陀のいいとこ見せたいっすけど、どうなんだろう、縦貫して、縦貫して、横でここで停止しておけば大丈夫かな。で、ブロックは別に切っても良さそうだし、はい。インフィニティパワー全開。いや、これ倒すかな？いや、いけそういけそういけそう。はい。で、インフィニティパワーで、どうだろう、ワンパンするのは阿弥陀でしたみたいな。はい。はい。おー、ほどよ。なるほどね。はい。こんなダッサい負け方あります？よし、じゃあ全員戻ってきたんで撃ってみようかと思います。で、キラーも乗ってるんで、で、多分どこに止まっても、この SS、あれだと思うんですよね。結局暴れるから、最終的には結局エレメントエリアに行くみたいな。多分それでいけると思うんですよ。だから適当にこれ暴れて、はい。はい。まあ、適当に削って、で、これ、貴族生のこれ HP 共有してて、まあ、バサラの友情でこれだけ削れるから、なんか連れてったら、1.5 倍補正かかって、1.5 倍じゃない、まあ、倍率つなげ、エレメント補正かかって強いみたいな。ほい。いやー、これでもあれだな。そうね、多分、縦弱点もそうだし、今回どうなんだろう、エレメントエリアも結局ここに乗ってないといけないからね。はい。あー、多分ここだと、エレメントエリアの範囲内に、あれが使えないからちょっと微妙みたいなのあるかもしれない。てかこれ。いや、これちょっと、動けねえし！で、ここに止まる。だからこれをなんとかバサラずらして、はい。はい。で、削る。バサラの友情。ちょっとかすっただけでこれだけ削れてるんですけど、バサラゲーじゃん。そしたら、とりあえず友情であれ出しに行かないとダメ音がやばい。はい。いや、いけねえし。いや、いけ。よし。で、これで、倒す。あ、倒しちゃった。ボス戦から完全にこれバサラゲーじゃん。バサラエレメントエリアに配置して友情を出すだけ。いや、他になどなんかいいキャラ多分いるかもしれないけど。おー、なるほど。そしたら、とりあえず、クズ流線最後当てたいんで、クズ流線で締めたいね。とりあえずここカンカンして。いや、無理かで、で、ここはバサラゲーだから、とりあえず、まあ SS はどうせ誰に打ってもそんな変わんないから、はい。はい。で、これ縦缶で削る。うまいことずらして。よし、OK。で、これでここに行きました。で、これずれました。で、あとは、はい。誰に行くだろう？上かな？はい。で、これ削る。弱で。弱で、すげえ削る。で、これはゲージでここだから、やっぱこれ横缶でこれ横缶しといて、ゲージは切って、で、エレメントエリアに乗って、クズ流線決めて、いや、いい感じにフィニッシュできるのが多分理想かな。はい、はい、お、結構いいんじゃない。で、ここで、はいはい、いや、これどっち行くだろう、近い敵って。はい、あれあれあれと違うね。あれ、あ、なんだれ、クズ流線こんな弱いの。嘘じゃ、これ、はい。で、ここ削る。やっぱバサラゲーね。で、これ呼び出して、まあ、これをここ適当にこういって、これで削ります。で、終わり。もう、まあ、これで全員で考えてもらう。あれ、クズ流線ってこんな、エレメントエリアだと力発揮できない仕様なのかな？なんか、
まあ多分なんかあると思うけど、ちょっと知ってる方ちょっとお願いします。うわこれ最終的に仲間になってラスボス相手に、あの主人公の盾になって消えるタイプのポジションのようなセリフ吐いて終わったね。はい、じゃあそんな感じかな。ごきげんよう。